ください。お疲れ様です、レイヤです。今回はですね、珍しく海に来ております。ユタボン親子を救うために海に来ました。二次元の存在だと一瞬で、海に移動できるから楽ですね。先ほど元光様が、珍しく海から上がってきて、ユタボン様を救う動画を、投稿されていたので、これは私も便乗するしかないな、と思って、この動画を作っております。ユタボン、自称少年革命家、ユタボンと、中村ゆきや、お前ら何やってんだよ、どうしちゃったんだよ、めちゃくちゃ心配だよ、ここ半年ぐらい、チャンネルの月間再生数が、ずっと低調でさ、炎上しても、記事で取り上げられても、ずっとチャンネルが低調だったのに、ここへ来て急に、半年ぶりにバズってるよな、私はちゃんとそういうの見てるから、でもあれって、ゆきやが意図的に炎上させたというより、意図しない部分で炎上してしまった印象が、否めないぞ、何やってんだよゆきや、炎上系なら、炎上をコントロールしないとダメだろ。自分が炎上にコントロールされてどうするんだよ。一体何がしたいんだよ。確かに自分を炎上させることで利益につながることもあるかもしれない。悲しいけどそれは現実だ。でもなユキヤ、ユタボンのチャンネルの動画、一部スーパーサンクスが、剥がされちまってるじゃねえか。なあ、どうすんのこれ、一部の動画が行き過ぎて、収益化を剥奪されている可能性があるんだけど、超えちゃいけないライン、考えろよ。ブーメラン発言、スーパーサンクスが、強制的に非表示になっている動画なんて、ほとんど見たことがないぞ。一体何をしたらそんなことになるんだよ。投稿者が一括オフにしてる場合を除く、炎上系といっても、許されないラインっていうのは、あると思うんだ。そのラインを超えてしまった時は、軌道修正が必要だと思う。でもお前は批判意見を、匿名のアンチ認定して、今までろくに、聞いてこなかっただろ。そうやって批判から逃げ続けた結果が、今があるんじゃないか。なあ、ユキヤ、どう思う？こんな今だからこそ、批判意見を聞くべきじゃないのか。私はそう思う。ユタボンが一生、専用 YouTuber としてやっていくつもりなら、10年後、20年後先を見据えたプランが、必要だと思う。今のやり方で、10年後や20年後も通用すると、本気で思っているのか。どこかで方針転換をしなければならない。それはうすうすお前も、思っているはずだろ。それならもう、思い切って今しよう。いつかやろう。はばかやろうなんだよ。方針転換して、それでも YouTuber として安泰。そんな無責任なことを私は言えない。もろちん、今より落ちる可能性もある。だがそれにビビっていたら、いつまで経っても方針転換なんてできないぞ。ユタボン、ユキヤ、お前らならできると信じている。それと、収益没収の件について、私はユタボンの写真とか、一切使ってないから、私から収益を、没収とすることはできないぞ。ユキヤ、すまん、ユタボンチャンネルが半年ぶりにバズっているのは、時事ネタ YouTuber の影響も、当然ながらあるだろう。私の影響力は小さいが、もっと影響力のある投稿者もいる。第三者がユタボンについて、取り上げた動画だけを見ていたそうが、今はユタボン本人の動画を見ているんだ。これってチャンスだろ。この状況でユキヤは、時事ネタ YouTuber から、収益を没収するというのか、気は確かか。もし万が一、そんなことしたら、とんでもないことになるぞ。期待。なあユキヤ、わかってるよな。やるなよ、絶対にやるなよ、とは言いつつも、予想外の行動を起こしてくれることを、少しだけ期待していたりもする。ユキヤ、今はそんなことしてる場合じゃないだろ。早く愛媛スタディ編に突入しろよ、意味深。最後までご視聴ありがとうございました。